おとなしくしてろ。ゆいには無理だよ。二度も立ちが何をしてるか分かってるんでありますか。分かってるわよ。あそこの金庫の扉を開けるパスワードを見つけ出してるんでしょ。あの中にバグルスの中心がいるから。パスワードを見つけるにはコンピューターの知識がないと無理であります。だいたいゆいはキーボードを叩くスピードが遅すぎる。 邪魔。いいんだ。どうせ私なんか。おお、やった。開いたでありまする。ようやく私の出番ね。コレクター。フィニッシャー。 練習するよりはマシさ。合格すればの話だけど。合格してみせるわよ。ねえ春菜、キーボードの
ンの練習に付き合ってくれない？そうしたいのは山々なんだけど、連休中は家族で旅行に行くことになってるのよ。え、そうなの？ごめんなさい、ゆいちゃん。レイコとアキコは？私も連休中は用があって。私もいろいろと忙しくて。俺はパス。パス。パス。あなたたちに頼んだりしないわよ。パパがママに頼もう。ただいま。ララララン、ララン、ララララン。おかえりなさい。何やってんの？当たったのよ、夫婦ペア旅行のチケットが。沖縄2泊3日の旅、雑誌の検証でね。本当はユイも連れて行きたかったんだけど、飛行機が満席だったんだよ。お留守番お願いね。いじけてやけ食いなんかするんじゃないよ。お土産いっぱい買ってくるから。ああ、で、ここに来たのでありまするか？みんなキーボード打つのすっごく早いじゃない、教えて。と言われても。まあ、せっかくだから少し見てやるか。ほんと？ああ、何か適当に打ってみろ。はーい。どうしてそんなに遅いんだ、ユイ。だから教わりに来たのよ。どうすればいいの？ユイ殿、二度もたちは犬飼博士に作られた時から自由自在にキーボードを操れるようになっているのであります。誰かに教わって上達したわけじゃないの。だからそのやり方を教えろと言われても。すごい。犬飼博士たら、少しはコレクターズも苦労するように作ればよかったのに。あ、そうだ、犬飼博士がいるじゃない。おはようございます、春日ユイです。おはよう、ユイ君。何やら随分と苦労してる様子じゃないか。教えてもらえますか、キーボードを早く打つ方法を。できることは協力しよう。やったただその前に少し付き合ってくれんか。今日は特別な日なんだ。ホムネット計画の中心人物の一人でな。若いが実に優秀な科学者だった。だった。ホムネットが成功したのも彼の力があったからこそだ。だが、ホムネットが本格的に動き出すその前日。10年前のことだよ。今日が命日なんですね。なんていう人なんですか？篠崎慎太郎。篠崎。私だが。犬飼博士、大至急研究所にお戻り願いますか？何かあったのか？ちょっとしたトラブルが、すでに迎えのヘリを出しておりますので。わかった、すぐに戻ろう。ということだ、ユイ君、悪いが。あの、練習。キーボードの練習は来週にしよう。どうしたらいいんだろう。あなた。ありがとう、花。あれは犬飼博士が。そう。あの
あなたってパソコン得意よね。お邪魔します。うわー、またパソコンが増えたんじゃない。前に来た時も思ったんだけど、まるで電子の要塞よね。私にとっては檻の中も同然だけど。座って。うん。檻から出たかったら練習することね。はい、みんな元気かな。元気。では私と一緒にお勉強しましょうね。はい。何これ。子供用のキーボード練習ソフト。いくらなんでも子供用はないじゃない。ではまずキーボードの上にこのように手を置いてください。指示に従って。できましたか。できた人は F のキーを押してください。え、はい。 F? F 左手人差し指。あ、そっか。どう置くんだったっけ。ゆいちゃんの4コマ劇場。ああ、キーボード打つの上手くなりたいな。そんなゆい殿にぴったりのエレメントスーツがありまする。ほんと。パソコンが上手くなるスーツってどんなのかな。これなら一度にたくさん打てるでありまする。こんなのやだ。15点。もっともっと頑張ってね。あ、何やってんの。バーチャライザー。あれ、あ、バーチャライザーだったら2台あるの。自分のバーチャライザー2台も持ってるの。すごい。さすが天才科学者の娘ね。時間を無駄にできないから。コムネットの中で練習するのね。いい？うん。バーチャルイン。キーボードに手を置いて。どの指でどのキーを押すかは決まっているの。必ずその指を使って。私小指使うの苦手。後で楽になるから、うん、まずは左手だけで F を押してみて。はい。何度も F。 次は隣、それが D。 どうぞ。わーい、ありがとうございます。どうも。どうしたの。お手洗い。ほう。ゆいちゃん、ありがとう。あの子と仲良くしてくれて。そんな、私の方こそいろいろと教えてもらって。あの子ね、死んだ弟の一人娘なの。おばさんの弟の。ええ、コムネットの研究とかしていたのよ。犬飼博士から聞きました。とっても優秀な科学者だったって。慎太郎が、弟が死んでから愛ちゃん笑わなくなったわ。暇があればコムネットの中に入ってるって、あの子の母親が。愛ちゃんのお母さんって今どうしてるんですか。それは、おばさん、その話は。 そうね。じゃあゆいちゃん、ごゆっくり。たまにはしゅんにメールでも送ってあげてね。はい。イエス、ノー。イエス、ノー。今日はいい天気です。今日はいい天気です。やったー、ちゃんと打てた。こんなに上達するなんて信じられない。きっと先生がいいのね。
ピングは急ぎすぎると失敗するわ。スピードより正確さ、焦るより集中を。うんうん、焦らないようにするのね。ゆいちゃんの一大事であります。なんか言った？別に。どうしたのよ？フェルフェル銀行ネットでバグルス発生でありますよ。わかった、すぐ行く。用事を思い出したわ。今日はこれで終わり。うん、ありがとね。じゃあ。エレメント2ミラクルダウンロード。中心はこのシャッターの向こうよ。今開けるから待ってて。私も手伝おうか。少しはキーボード叩けるようになったんだよ。いくらキーボードを早く叩けるようになったって言ったってプログラムは理解してないでしょ。俺たい。ここはミドモたちに任せるでありまする。分かった。今日はビシッと決めるんだから。わかった。これで最後よ。コレクターユイ、パスワードには分かってる。私の言う通りに入力して。分かった、やってみる。いくわよ。全部で46文字。準備はいい？いいわ。大文字で YU、 小文字で EK、 大文字で I、 小文字で ON。 ちょっと、なんでそんなに大文字とか小文字とか混じってるの？簡単に解読されないためでありますよ。簡単にバレたらパスワードの意味がないからな。
いい？続きよ。2小文字 TE 大文字 HA セミコロン大文字 F。 セミコロンってどっちだっけ？ヒゲのある方。こっちね。店長が。みんな、あゆい、よく聞いて。焦っちゃダメよ。集中しろってこと。みんながピンチなのに。ゆいだな。みどもはきっとも怖くないとありません。気を楽にしてやるんだ。ちょうどいい練習じゃないか。ゆいちゃんファイト。やってみる。小文字で BY 大文字 RY 18コロン00アンダーバー下の棒よ。分かった。これたい。いいから続けて。18コロン30大文字 PM 小文字 K ドット小文字 E。 みんな手を止めるな。大丈夫か。ありますよ。スラスラ大文字 ON。 スラってスラッシュよ。斜めの棒右手小指。これね。小文字 G 大文字 AI 小文字 QMI。 それからこれたい。大文字 R エクスクラメーションマーク以上。頑張った甲斐があったわ。めでたしめでたし。以上。終わりました先生。おかえりなさい。テスト合格したわ。あなたのおかげよ。そう、檻の中で頑張った甲斐があったわ。檻の中って、今のコレクター愛が言った言葉、どうして愛ちゃんが。マシンガン飛び出すミサイル、巨大ロボだ。ピース？